それでは校長先生の挨拶です。お願いします。おはようございます。昨日の雨が嘘のように、本日は晴天に恵まれ、無事運動会を取り行うことができますことを心より嬉しく思います。この運動会を開催するにあたって、今日まで準備に当たってくれた実行委員の面々の努力には目を見張るものがありました。特に昨日の雨が止んでからテントハイヤー、入場ゲートの設置など、早朝6時からギリギリまで準備に追われ、無事間に合わすことができました。校長先生の長いお話も SD カードに直接保存で大丈夫。先生、遠藤さんが倒れました。パソコンへつないで保存再配布ができるので、倒れた生徒も安心です。そしてですね、ギリオム、ギリオム、ギリオム。